フリティシリーズ10周年を記念したスペシャル企画、ネクスト声優アーティストオーディション。新作アニメワッチャプリマジでの声優デビューをかけた戦いもいよいよ三次審査に突入。三次審査はセミファイナリスト9名を3チームに分けて行われるよ。その内容は各チームに与えられた課題曲を歌う歌唱審査。2つ目は1人ずつ行うダンス審査。3つ目はプリティシリーズの過去の名シーンが課題となる演技審査。空を見てみんなで笑うって感じプリ。一人一人の個性だけでなくチームワークも重要なポイントだよ。そして三次審査を通過しファイナル審査に進めるのはなんとたったの3名だけ。そんな難関となる三次審査、前回はチーム A の審査に密着したよ。歌唱審査ではオリジナルの振り付けを披露。完璧なチームワークを見せてくれたよ。そして今回は三次審査後半戦。チーム B とチーム C の審査の模様に大密着。私たちのチーム名はソラミスマイル。ネクスト声優アーティストオーディション三次審査合格者は、三次審査を勝ち上がりファイナリスト3名に選ばれるのは一体誰？三次審査直前、直接会って行う練習はこの日が最初で最後。ソフィー、空を見てみんなで笑うって感じプリ？うん、私たちのチーム名は？演技の練習は順調そうだったけど、きっと走り続けられちゃう、もっと光の中駆け抜けようよ。もう声が出ないチーム B の歌唱審査の課題曲はサビに高音が続く難易度の高い楽曲。私も歌うとき苦労したな。でもエモちゃんとリンカちゃんと練習して乗り越えたよ。みんな、レッスンでのアドバイス、お互い遠慮しないで表現することが大事だよ。ちょっと大声出してもいいですか？あの、あーあーあー多分発声を。いいね、いいね、喉の通りが良くなった気がするよスーパーキューピースパーがいつでも大きな夢、きっと走り続けられちゃう。審査ギリギリまで何度も練習、その調子だよ。そしてついにチーム B の三次審査の時間。では審査の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさん練習してきたから大丈夫。チーム B のみんな頑張って。まずは直前の練習で少し苦戦していた歌唱の審査。ポップな歌を届けちゃおう、シックなカラーが決めて、前を向いていつでも私らしくて、パイセンキラッとしちゃうハート、一本一ピースで最後ラップギガあふれ出すよ、テンション力セミダクルの言葉、スーパーキューティースーパーガーが。難しい楽曲も
本番で上手に歌えたね。光の中駆け抜けようよ。次は一人ずつ行うダンス審査。時の表情キラキラしてて素敵だよ。最後は演技審査。ごめんなさいプリ。え？ソフィーさんはあんな小さい頃からずっと続けてきたから今のソフィーさんがあるのに、私偉そうにいろいろ言っちゃって。うん、ミレイちゃんの計算力ってすごいよ。ソフィーさん、これからはソフィーと呼んで。え？じゃあ二人とも呼んでみて。ソフィー。はい。ソフィー。はい。きっと絶対私たち三人の力を足したら、これからもっともっともっといいチームになれる確率は100万倍プリ。100万倍？すごい。ソラミ、スマイル、両方足して。サラミスマイル。空を見てみんなで笑うって感じプリ。うん、私たちのチーム名はサラミスマイル。はい、OK です。ありがとうございまし ました。ドキドキの審査も無事終了。一人一人が高い表現力を見せてくれたチーム B、 みんな本当に素敵だったよ。三次審査ラストはチーム C。 チーム C の歌唱審査課題曲は掛け合いの多い、特にチームワークが重要になる楽曲。誰だってみんな持ってるの。リモートでの合同練習、初めてお互いの歌声をチェックしてみると、この3人でさ、実際に合わせた時になんかいい感じに相まる気がする。チームワークバッチリ。そうです。リモート練習から息ぴったりだったチーム C。 三次審査直前の練習を覗いてみると、声を掛け合ってどんどんチームとしてまとまっていってる。いよいよ運命の時間。では審査の方始めていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張しちゃうかもしれないけど、お互いを信じて頑張ってチーム C。 掛け合いに注目の歌唱審査からスタート。一緒だったら私も踊るね。夢のドア三人一体でなら開くと信じてる。だから準備を内緒のパッション。定石だって奇跡に変わるはずよ。できてよね、生きてくね。魔法みたいなパーリータイム。誰だってみんな持ってるの。本当のチームが輝くフレーズ。変えたいのなら猫もなきゃ。探して心の奥の思い描いてみてた本当のスマイル。抑えられ本番でも息ぴったり。チーム C のみんなすごい。変わっていくから My way。
フィーさんはあんな小さい頃からずっと続けてきたから今のソフィーさんがあるのに、私偉そうにいろいろ言っちゃって。ううん、うん、ミレイちゃんの計算力ってすごいよ。ソフィーさん、これからはソフィーと呼んで。え？じゃあ二人とも呼んでみて。ソフィー。はい。そうソフィー。はい。きっと。わ、絶対絶対。私たち三人の力を足したら、これからもっともっともっといいチームになれる確率は100万倍っぷり。100万倍？すごい。ソラミ。スマイル。両方足して。ソラミスマイル。空を見て。みんなで笑うって感じプリ？うん。私たちのチーム名はソラミスマイル。はい、ありがとうございます。すべての審査が終了。高いチームワークを見せてくれたチーム C。審査員からチーム力にまつわるこんな質問が。チームワークをやっぱり一番意識したいなと思っていて、お互いにアドバイスし合って3人の空気感っていうのを大事にしてたかなと思います。なるほど、ありがとうございます。チーム C の一体感抜群のパフォーマンスに拍手。これで全チームの審査が終了。一人一人が同じ夢を追いかけるライバルでありながら、お互い助け合って頑張る姿、本当に輝いてたよ。次回、ついにファイナリスト決定。ドキドキの結果発表。ネクスト声優アーティストオーディション三次審査、合格者は、ファイナリストに選ばれる3名は一体誰？さらにオーディションで見事グランプリに輝いたプリマジスタが演じるキャラクターも発表しちゃうよ。次回、運命の分かれ道、ドキドキの三次審査結果発表。絶対見てね。